河原版のお時間です。キャスターの田尾香子です。今回は犯罪都市圏では珍しい愛知県名古屋市のローカル線常設線のまみさんがご紹介します。こんにちは、まみです。今私は愛知県春日井市勝川駅に来ています。今回お送りするリポートはこちらです。これから城北線に乗って尾張星宮駅まで行きたいと思います。城北線はもともと昭和37年5月に国鉄瀬戸線として岡田線とともに名古屋地区の大環状線を形成するために計画されました。瀬戸線は岡田線の瀬戸から分離して中央線の高蔵寺に達し、高蔵寺から勝川間を中央線と並行、勝川から分かれて名古屋市北部を通り稲沢へと達するもので、別に小田井から琵琶島間の連絡線も計画されていました。現在の城北線は全線高架複線という都市型鉄道ですが、勝川駅はまだ仮の駅で営業中であり、中央線の勝川駅とは約400メートル離れています。将来的に中央線勝川駅構内に乗り入れる構想があります。勝川駅、小田井駅間では名古屋第二環状自動車道の高架の南側に沿って走っています。なお県内の旅客船では数少ない非電化路線であり、車両はキハ11型という1両編成です。すべて線内折り返しのワンマン運転列車で、日中は1時間間隔、平日の朝夕は約20分間隔、土曜休日は40分間隔と、大都市近郊の路線としては運転本数が少なく、お盆期間中の平日は JR に合わせて平日ダイヤで運行されています。また元日には初日の出号として、途中初日の出がよく見えると予想される箇所で、初日の出時刻前後に一時停車する臨時列車も運行されます。2012年からは他の路線よりも上に立体交差する高架線の特性を生かし、交差する3路線の車両を撮影するトレインワッチングトレインや、車内でコーヒーとサンドイッチで眺望を楽しむカフェトレインがあります。夏は車内をビワホール、冬は居酒屋に見立てたビワトレイン、熱燗トレインの運行を実施しています。今回は都会のローカル線、愛知県名古屋市の城北線をご案内しました。ご意見、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは、失礼いたします。